皆さんこんにちは。180日であなたの会社お店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、新発想のハガキ営業というテーマでお届けいたします。皆さんは既存のお客さんだとか見込み客にハガキを書いているでしょうか。ハガキというとちょっとわかりにくいですけども、いわゆる人と名刺交換をしたら、お礼にお礼状を書くとかね、人にアポが取れたら、事前にですね、お礼状を書いておくとか、いろんな方法があります。そして世の中にはですね、ハガキを書く、あるいはハガキ営業の達人と呼ばれる人が何人かいらっしゃいます。私の知り合いにもですね、一人ハガキ営業の達人がいます。で、私はその方を真似てですね、1日5枚ほどハガキを書くようにして、早2年ぐらい経ちますかね。もう2年以上経ちました。で、その効果というのは非常にあります。で、最近はですね、ちょっと冒険をしてみようかなと思って、自分なりのアイデアで、ハガキの内容だとかを考えるようになりました。で、ここ1ヶ月で始めたものがあるんですけども、実はちょっとこういうものなんですね。見えますかね。はい。これはローマの日本人画家と父に思いっていうのはこんなになってるんですね。裏面ですね。で、下の方にですね、こう一筆こう書くようにしてるんですけども、実はこれは小説です。A4 じゃない、原稿用紙ですね。400字詰め原稿用紙で4枚ほど書いてある。これは小説なんですね。ちょっと字がちっちゃいので読みにくいんですが、実は私ですね、越後文学会っていう同人誌に参加してたことがありまして、なんだかんだで5、6年同人誌に小説を発表しておりました。1年にですね、4回ですね。ですので、ネタ的には20から25程度の小説は持ってるんですね。それをちょっとこういうふうにですね、例状で書いてみようかなというふうに最近思って実践を始めました。残念ながらですね、今のところ反応はありません。いや、小説っぽいなんか例状っていうか、ハガキをいただいてなんて話は全く聞かないので、読まれているか読まれてないかわかりませんけども、いや、これは何だろうと思っている人も中にはいるような気がします。で、反応今待ってる状態なんですけども、なかなかありません。で、ちょっと新しいタイプのですね、例状っていうか、ハガキ営業のやり方なんですけども、もう少し継続していきましてですね、結果が出ましてまたご報告したいと思います。まあ自分の強みをですね、ちょっと活かして、まあ自分の後は資産ですよね。情報的資産を再活用して、ハガキに応用してみたという事例です。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらにですね、アキナイはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てますので、こちらをクリックして登録をよろしくお願いいたします。